はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで続きやっていきましょうか。バーンジョップツーイキツツキアタということで、いよいよラーステージ、こっちこっちな森っちにいて、こっちっていう感じでやってまいりましょうか。はい、ラストのステージはね、なんかまあ難しいというよりは、そのまあご存知の方多いと思うんですけど、春夏秋冬のね、うん、まあこういろんな物語を見るか、あれあれあれ、何もなかった、知らん、裏何もないんかーい、うん、春夏秋冬のいろんなねキャラクターのこうストーリーをね見ることができるものになっておりますので、非常にエモいのではないかなというふうに思われます。いやー、ハチミツが食べたいなーって、ほいダブラカーででん。で、あたたたたた、あね、このステージもね、結構その行ったり来たりラジバンダリが多いから、まあ、なんだかんだで時間がかかるんじゃないかななんていうふうに思ったりもしてるんですよね。まあ、とりあえず春夏を一つのパートに収めて、秋冬を一つのパートに収めてくらいで進められれば理想なんじゃなかろうかと思っているんだよね。よいしょと、あのいろんなゲーム実況者さんの動画を見てるからさ、なんだろう、ちょっとボタンが重めだね。うん。見ているせいなのか、おかげなのか、こう、いろいろと今の、だよねーもね、完全にね、コウスケさんの真似になっちゃったからね、最終的に俺たちがね、好きっていうのがあるよね。それは間違いない。で、あのね、ぶっちゃけね、何から始めていったらいいのかっていうのがあんまりよく分かっていないんざんですよね。とりあえず、88バスターになるってことなぜか毎回これが最初始まるっていうね、謎シーン。なぜあいつだけやられるシーンがこう、演出が入るのかなと思って。おりゃおりゃって言いすとやーで、あいつもこそ。よいしょ、しかもこいつも攻撃力まだ100件だ。で、くるりん。で、よいしょ。まあ、先に芝居曲とかにしたことがないですからね。もうドクロはいらないですからね。え、あれ、ここって、あれ、ラクダッチいなかったっけ、まだか。あ、そっかそっかそっか。これあれだ。おならしなきゃいけない。ピッピッ。ここ何個いる、ここ6番でんな。初プレイの時とここに弾がぶち込むっていうのって、ほらあの前のさ、サビサビになったとかだったらさ、あのコインとかって書いてあるから比較的わかりやすいけど、ここ「え、何の穴？」みたいなのね、よくわかんないデザンスとかってなりそうだもんね。でほい、で速度的にちょっと今やばいかなと思ったけど、優しかった、ありがとう。これね、中途半端にさ、残しとくとさ、あれ、どの穴を倒したっけ、この穴倒してないっけとかってなりそうだよね。ピー。よいしょ、ほら。一瞬回ってきちゃったけど、とりあえず登った方がいい。あ、そっか、登って、そうだ、あそこ開けなきゃいけねえんだ。あそこ、そう、社会の窓を開けなきゃいけない。いらないんだ。インの窓を開けましょう。いい。こっちはまだ。もういらないんだけど、一応ちょっとか。いいかも、どうか。ふい。オッケー。ふい。ふい。あったかい。オッケー。ああ。いや、こいつ
ずぶちのめすのは春だっけ？春ちゃんなさそうだね。じゃあ戻りましょう。つまりこれ春夏秋冬で物語が進んでいくから、その夏から春に戻ってきたら、またそのあのザバス、蜂の巣今あったじゃないですか。ザバスっていうのをプロテインに残るじゃないですか。それを俺だけか言わんだし、そうで、そういうのとかがあったりもするので、ここにはまだ出来上がってからだったっけ、それとも夏だったっけ。ここ、あーちょっと待って、そういうことになっちゃうんだよね。ぐえ、はあ、ドクロもいらないし、もうなんかパーフェクトクリア目指してんだろうって言うけどさ、いや、あの別にマジックドクロまででパーフェクトクリアは別にね、パーフェクトクリアは欲しいけど、パーフェクトクリアは別にいいかなと思って、うん、え、妥協すんなよって俺だけよ、よいしょー、わー、で、子宮戻ります。あー、そんな、あの別にあの自分の頭に顔、あの塩をかけてですね、あのお母さんのお腹の中に戻るとその子宮じゃないっすよ。分かってるわ、分かってるわ、このまま、はいーって行けたいんだけど、そうはいかない、なんか近い近い、よいしょー、このポートンテクニック、いっいっ、地味にね、なんかずっとこう登っていってるっていうところもなかなかシビアだね。よいしょ、ガガ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 、いいいい、しかえっ、ここで結構ギリギリ走ってる。ああ、なるほどね、ここまで来なきゃいけなかったですね。いい、あれ、なんかあのこいつさ、あれみたいだよね。なんだっけ、スナッキーだっけ、ムーミンに出てくるやつ。お邪魔しまーす。めっちゃ食ってるんやった。ナブナッツだっけ、あれあれ、むしゃむしゃ、おいらはナブナッツ、ウグリが大好き、ウグが大好きみたいな、うん、よし、んでからのこっちにピュイッと、もう一度ピュイッと、ほんでピュイッと、ラストピュイッとかな。さあ、一番エモいやつやるよ。このジグソーが好きだーっていう人多分結構多いと思うんですよね。初めてやった時なんかすっごいあれだったもんな。何だったかってのは言わないけどさ、こんなやり方でいいのかな。強いわし、おやきみ。まあ、寝る子はスラッツって言うからな。可愛いのは Z がいっぱい出てるってね。よし、ぷいっと OK で、こっち行きましょう。ぷいっ、春エリアでのジグソーって何個だったっけ、うん、こんなになんかバンジョー滑ったって言ってるんだよな。しゃあないね、毛皮があるから仕方がないよな。よいしょ、ここには後でいます。はい、この中のどっかに、あったあったあった、よしよしよし、オッケー、ごめん、ゲッチュー、おにゃーは、もう中に行って何個しかない、すげえな、ここにワンナップ大関がなんか2つも入ってる。よいしょ、ここまで来る必要もないもんな、別にな。あ、こっちか、オッケー、なんか無駄に3つくらい減らしちゃった。そうなったら蜂になる意味ってあと何が、とりあえず蜂にはなってみるか。あ、やった、3つ人間だもん、3つをよいしょ、てれってれってて、ここで別にいらないの。お邪魔します。25個、結構いるんだよな。まあ結構余る、5個も余るんだよな。いやあ、ふんとこばあいや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 なるほど。だから、ワニとか、アリとか、
くのと比べると、まあ、一番いいやつにしてきたね。確かにこんだけ自由に飛べるやつもないもんな。風になるとね、これあれなんですよ、6針なのか8針なのかよくわかんないけど、ジュ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 飛ばすことができるようになってね、ちょっとかっこよかったりするんですけど、まあ、この蜂はね、殺傷能力は全くのゼロでございますんで。ブブン、おデブで小さい蜂さんに似てれ、我々はザバスであります。この辺りを凶暴な雲がうろついているらしいので、このグランチュード様の宝を守っておるんであります。ブンブン。あの、敬礼って言っときながらさ、おデブで小さなって、ちょっとディスってるよ。あ、そっか。なんかあの、めちゃめちゃ上の方に、確か、どっかあったはずだよな。蜂にならないといけないところがどっかあったはずだから、それを今探しに行きます。もっと上かな。どこだろう。ブン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 。あ、なんか今、ちょっと見えた。見えちゃいけ、あった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 、これだ。ビーって言った。オッケーゲッチュードゥルドゥドゥおうにゃはじゃあこれでおしまいかな。じゃあ夏行きましょうか。早っ、えもう春終わりなんでも助けなきゃいけないやつはいるんだけど、春じゃ助けられないからめっちゃ寝てるし。そうなんだよな、意外とさ、まあ、鳥はわかんねえけどさ、いや、そのまま行こう、めんどくせえ。子供って意外とこういびき大きいよね。うちの子もさ、まあまあな勢いでいびきかくんよね。うん。まあ、あ、やめとこう。これを言うと、いろいろ家族の事情が大変なことだから、今思いついたけど、あなたたちは何も聞かなかったというか。ちなみに、ここは登っても、特に何も。はい、あ春の間何もないね。よし、じゃあ降りましょう、ブレンバスクー。よいしょ。ああ、ついでに取った、ああ、取ったところで別にもうあんまり意味いらないもんな。めちゃめちゃあれだよね、ドクロの数に関しては。ジグソーはさ、98個集めなきゃいけないですが、しか、音符も882個って、だから100分の98だし、900分の9、あ、900分の882とかで、まあまあシビアなのに、こうなぜかね、こいつに、ドクロに関しては超余裕がある。ここなんかなかった。なんもない。急降下します。ダイヤバッティー。飛びます、飛びます。ところが同じステージ内なので季節が変わると。弱くなる。ほら、見てみて正面のやつも。ヨーラ、これ大丈夫 ?YouTube 的にセーフ。ほら、なんかあの裸になっちゃいけない場所で裸になった系 YouTuber とかいるじゃないですか。大丈夫かな。ヤンディ、あれか、おなかすいた。青星、5匹、お願い。自分で取ってきなさい、甘えるんじゃない。そうでね、この蜂がね、すでに自由なんだよね。でこいつらワンダーウィングで仕分けるんだけど、まあ相手にすると羽も時間ももったいないから無視します。こいつがかわいそうな梅なんだよ。ああ餌になってしまうのか、つらいね。で、ここにパッチンは、ああ特にあれか。おは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 おチャ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 チヒヤキンに関してはね、今嫁さんと、まあ、しっぽりとやってるわけなんだけど、その時にさ、なんかステージとかいろいろクリアしてる時にさ、まあ実況の癖がついつい出てしまうのか、まあ見事なんかこうベラ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 喋りながらやってたらさ、もう本当に呆れた感じで
ほんまになんかもうしょうもないことずっと、しょうもないことって言ってないな、なんかほんまに関係ないことずっとベラ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 喋りながらやってんなとかって言われて、あ、出ちゃってたみたいな。あ、いたいたいた、ここにいたのね。USB これ向こう、あー、いるのか、届く、いい、あ、届く届く、こんな興奮しないの。ハリハリー、ハネハネー、とびとびー、えい、なんてこったい、またあんたかよ、ゴビはここなら安全だと思ったんだけどな。まあ砂漠にいたから夏が好きってか。やめてくれ、伊豆を見つけるのには随分苦労したんだから。お前がそこにあったなんか池だか川だかよくわかんないやつ飲み干しまくったってことか。よいしょ、あ、もう出さないのね、ようねえ、じゃ待って、まずそもそもさ、お前ずっと首輪つながれてたわけじゃないですか。それを私助けたんだぜ。だから感謝されこそして、その恩返しのために水くらい献上してよっていうのは別に許されて叱るべきじゃなかろうか。よいしょー、まあそう、あ、危ない危ない危ない、え、と思うんすよ。皆さんどう思います？やっぱり、与えてもらった恩は、ああ、まあそうだな。俺はでもあんま恩返しっていう考え方はな、ぶっちゃけ賛同しかねるっていうか、ほい。やべ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 、ですよね、ですよね。なんかそんな。そうなる気がした。ちょっと寄り道。あれ？ああ、戻り方がシビアだ。ほい、よしと。あ、これで5匹溜まったんで、OK。暑いジモンや泳ぎたいね。ねえ、それは周りの奴らもな、あの上半身裸になってるくらいだもんね。ていうかあれだね、暑いからあの普段つけてる火もなくなってたって感じですね。よしぴょーん、オッケー、グッドね、ウィーン、飛びます、飛びます、ブルー、ヘッとした昭和生まれ、今日は4年生まれでございますんで、はい。今俺なんて言った？昭和4年？デニガトってこっちゃんと同じ昭和一桁なってもらえよ、それ。違う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 。平成4年生まれでございます。とんでもない間違い方をしたね。で、ここはなんか、なんかあった。あ、ピンハネか。ピンハネと、あー、イモムシ。あ、イモムシや。ペットしてた方が秋に行った時から楽なのかな。数ヶ月の間さ、ムーシのままでいるって随分と成長がゆっくりスタイルですよね。よし、あー、オッケー、さあ、じゃあボス戦いきますか。お邪魔します、入ります。馬侵入、タバス全員戦闘準備完了、グランチルダ様の宝を守り抜くべし、あーカレー、あーやっぱ強い、めんどくさかも、これでいいや、いやー楽ちんだね。何匹なの、10匹くらいかな。ふふー、全滅だ。しかし自分たちはずっと警備ばかりで退屈していたので、まあ仕方があります。その場合はどういう意味になるんだ、仕方がありますになると。まあまあまあ、体がなまってたから倒せなくても仕方がないよねみたいな、そういう意味になって捉えてよろしいですか。ちょっと日本語難しいでございますであります。よし、じゃあこっち、気づけばもう20分近くなった。やべ、このペースだと大丈夫か。まあ、あっちこっちな、あっちな、モリッチはやっぱりね、一番こうなんかエモいというか。あ、ジグソーがあんなところにあるね。あんなところにあったっけ、ジグソーって。よいしょ、え、あ、ちょちょ、あ、よかったよかった、すげえうま、ほい、よいしょー、でんでるてんてん、これ、アッキーに
にはあるのかな、秋にもなくなったのかな、なんだかんだで4つ目よいしょー、よいしょー、5つ目がここにあるんだっけ、今日危ない館になってるとか、あー、あるよね。もうあれだよね、ザバスにさ、こうなんていうの、守らせてるっていうさ、こう地上に警備体制の高いジグソーもあれば、こんな風にさ、まあ、ちょっと確かに普通に取らせるよりは難易度が高くなってるよね。っていうのもあればさ、あんなむき出しの野ざらしになってるようなものもあったりとかさ、ちょっとグランチルダのその警備体制というべきなのか何なのかっていうのか、いまいちそのガバガバ加減が分かりにくいよね。はい、はい、あんな高いところが落ちたらね、なんか蜂蜜エネルギーがいっぱい終わっちゃうから、とりあえず回復しておいたよ。ここ登るには、ここの力が必要。オッケー。で、まだあっちには行ってない。ラッキー、お邪魔します。さあ、世にも汚いリスをご覧に入れてみせましょう。ほら、ナブナッツ、どんぐりを食べ過ぎちゃった。いいの？スライガー全然ないよー。てへぺろ。こいつ絶対許さへんからな。冬になったらその理由はわかるよ。全非リア充の敵やからな。あ、答え言っちゃったみたいな。まあまあまあ。よし。ヘイ。ヘイ。もういらないんだよな。まだ必要だったっけ、なんかどっかで。この数がたくさんあればあるほど、グランチルダをぶちのめしやすくなるのか。おい、おい。待って、クリップで前踏んでくる？そんなことないか。おいちナイスな青餅ですね。そうだろ、そうだろ。これで、瞬間的に成長するって、ね。ってなった。やりは、お腹いっぱい、おやつみ。あー、かわいいな。あの虫ってやりたい。よし。で、とりあえず上なんかあったかな。だってね、音符とかのさ、ハニカムとかの取り忘れがあった際に、どこだったっけってこう悩むことになりそうなんですよね。やべ。両手死にかけ。あ、でももう上ないか。うん。あ、なんかあったら、ここだっていうのがわかるからね。こうなっちまったら。近い。次回からね、アクティブで進めてやっていきたいというふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してお待ちいただけたら幸いです。秋の前まで来て、あ、来て、お前のエキスをよこしやがれ。オッケー、はい、じゃあね、ここで一旦区切りたいと思います。ではまたお会いしましょう。チャオ。